大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりオリックスバファローズ西村典史新監督就任発表記者会見を取り行います。自分の一番の役目といいますか、なんとかこのチームを優勝争いできるチームにすること、これが一番だと思っています。そこに向かって精一杯やっていきたいと思います。これからもどうかよろしくお願いします。大変責任のある仕事を引き受けたなというのが、第一点なんですけども、ただそこばかり思ってしまうと、なかなかいい方向に進んでいかないというのがあります。引き受けた以上はですね、先ほど申し上げたんですけども、強いチームを作る、そのためにやっぱ何をすべきかというところは、しっかり考えながらやっていきたいと、すごくこうやりがいのある仕事だとは思ってますので、もう誰にも負けないような情熱を持って選手とも接していきたいと思ってます。選手たちがですね、やっぱりこの戦う中でちょっとこう気持ち的に弱い部分もあったのかなというところはあります。そこを相手とやっぱり戦うわけですから、強い気持ちを持って、構想主にポイントですね、そういう気持ちを、特に、積極的な気持ちというかアグレッシブな気持ちに慣らすことが一番の大きな仕事じゃないかなというふうには思っています。そういう気持ちを持つことによって、本当この相手と勝負するそういう姿が見えてくるんじゃないかなというふうには思っています。チームがやっぱり一つになることじゃないかなというふうには思ってますね。このバラバラになるっていうか、誰か一人でもそのチームから離れていくってなれば、絶対チームはまとまりませんので、まずチームを一つにする、同じ方向を向かってやっぱりやっていくっていう、そのためにはやっぱり監督である自分が一番大きな役割を、持ってるんじゃないかなというふうに思ってますんで、ファンの形からもう本当に温かい声援、これがもらえるような、チームにしていきたいというふうには思ってます。